アーケロンの骨格とウィーランド・ジョージ・リーバー・ウィーランドはアメリカ合衆国の古生物学者である。ペンシルベニア州のボールズバーグで生まれた。ペンシルベニア州立大学、ゲッティンゲン大学、ペンシルベニア大学で学んだ。1890年にはイエール大学で博士号を得た。イエール大学では有名な古生物学者、オスニエル・チャールズ・マーシュの下で、 サウスダコダ州のブラックヒルズで、脊椎動物の化石を集め研究したが、レスターウォードが1893年に、同地で、白亜紀の終わりに絶滅した、ラッシュ植物のキカデオイデアの大量の化石を発掘したことにより、ウォードの影響で古植物学に転じ膨大な化石コレクションを作り上げた。キカデオイデアの専門家として、 イエール大学 P ボディ自然種博物館の研究員として1940年代まで働いた。キカデオイデアに関する著作のほか、メキシコのオアハカ州で発掘されたジュラギの植物の研究があり、化石なし植物、グロスソプテリスに関して、他のゴンドアナ大陸地域の化石との差異を論じた。小動物に関しては、中世代白亜紀候機の亀、アーケロンなどを記載した。 ウィーランドは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョージ・リーバー・ウィーランドを示すのに使われる。ドナルド・ブリンクメン、パトリシア・ホロロイド、ジェームズ・ガードナー、モルフォロジーエボリューション・オブ・タートルズ、スプリンガー2013・アイ・ジェイ・モー・ハン・ジョーリ、バラティ・ボータ・チャージャ、ヒストリー・オブ・バイオロジカル・サイエンシズ、アライド・パブリッシャーズ2006、S220 ・ブリンクメン UA ・ UA2013 LO、LOC、 CIT, ありがとうございます。